皆さんおはようございます。いやパルワールド、ある意味すごいね。まさに暴走状態。任天堂に先日、いや先月訴えられましたが、ただ一方でパルワールド運営元のポケットピアとしてはあくまで自然体の対応、例えば東京ゲームショウのオフラインイベントにも予定通り出展されていたり、でかつね PS5 版、こちらのパルワールドについては、あれ？これはもしかすると発売延期、いや発売中止になったんじゃないかっていう説が、先月の下旬頃に流れておりましたけど、ただ結局ね全世界向けに発売することになり、ただその際は、日本のみ自重されていたんですが、ただ10月に入ってから急展開で唐突に、PS5 版日本向けにも発売しますよっていう案内があり、で即日発売みたいな状況で、何が起こったみたいな状況だったんですよね。まあそういったところで、まあパルワールド運営元のポケットピアとしては、まあ自身のその正当化、自身の行動の正当化っていうわけではないかと思いますけど、まあ自然体というか、別に訴えられたからといって何かをね、自重するとかやめるとか、そういったわけではございませんよと。特にその具体的なメッセージについては、アナウンサーされておりませんけど、まあ行動的には、そういったところが見て取れますよね。またそれに伴いまして、任天堂が今回パルワールドを訴えたっていうお話なんですが、ここについてもネット上でね、再びいろいろと議論されているわけですが、結論として正直これって嫉妬ではないかっていうことが言われてます。まあこれの理由っていうのが、いくつかあるわけなんですが、まず一つ目としましては、この任天堂というかポケモンのパクリゲーってさ、ぶっちゃけた話、パルワールドが有名すぎるから、なんかここばっかり言われておりますけど、正直なんかこれに似たようなキャラデザのゲームとか、それどころか明らかにその著作権侵害だよねっていうようなゲームとかが出ているんですが、ただそこに対しては任天堂もね、わざわざ個別対応みたいなところはしてこないんですよね。まあ数が多いっていうのもありますし、いちいちなんか一つ一つ対処しているとめんどくさいっていうのもあるかと思いますので、まあちょっとね、その気になるもの、気になる案件については対処はしますけど、基本的には放置みたいな、そういった方針なんですけど、ただやっぱりこのパルワールド、どん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 知名度を上げてきていたりとか、とにかくね、話題性がすごいので、それを見た任天堂が、明らかにこれ任天堂のキャラデザパクってるよねっていうのが見て取れるので、これだから絶対メガニウムだよねみたいな、これ絶対ポッチャマだよねみたいな、これメディープだよね、これエレブーだよねみたいな、誰が見てもね推測できるような内容となっておりますので、まあここのところやっぱり任天堂としてもね非常に遺憾であると、まあそういったお考えなのか分かりませんけど、まあ多分その訴訟を提起する運びになったのかなと。ただその問題のキャラデザのところですけど、ただこのキャラデザね、似てはいるけど、そのまんまではないので、まあ非常にね、これ訴えるのが難しいと。だからまあ著作権侵害かどうかって言われると、厳密にはこれね、著作権侵害に該当しない可能性の方が極めて高いわけで、だからまあ任天堂としては訴えたいけど、訴えられねえみたいな状況だったんですよね。そのためですね、訴えられる方法って何かないかって考えたときに、特許権侵害ですね、そもそもじゃあ特許の方で攻めてしまおうと。で、かつまあ、パルワールドもね、訴えられやすいような特許をね、申請したりとか、で、既存の特許も書き換えてしまおうみたいな、なんか本当に結構大掛かりではあるんですが、そういった動きを水面下でしており、で、わざわざね、そういった方法で、攻めてきたと、訴えたと、まあそういった状況なので、だからまあパルワールドに特化したような、特許をね作ったりとかもそうなんですが、わざわざ手間とかね、そういったところをかけてやってきているっていうところを考えると、まあ、正直ねこれって嫉妬もあって訴えてきているんじゃないか、怒っているんじゃないかっていうことが言われているわけですね。まあ別になんかその堂々とさ、著作権侵害とかであればそれで訴えればいいだけの話だけど、訴えることができないからわざわざね、それ専用にさ
訴訟するために作ってきてるわけなので、そのロジックっていうところを、まあ、ちょっとこれはね、任天堂としてもやりすぎじゃないかっていうことが海外でも言われていたりとか、これって明らかにパルワールドとかポケットペアを潰すために動いてるよねみたいな、そういった指摘もあったりとかで、まあ、海外ではね、どちらかというと逆風で任天堂の評判が悪いみたいな、まあ、多分その自然体で訴えられるような状況、誰が見てもさ、これってアウトだよねっていう状況だったらわかるんですが、ただまあ客観的には海外とかも含めて、別にこれってパクリではないよねっていうような認識らしく、そういった背景もあって、まあ、特許トロールじゃないかみたいな、任天堂これは良くないよみたいな、なんでそんなことするんだみたいな、それだったら他のゲーム会社もフェアに訴えたらいいじゃないかみたいな、それだったらわかるんだけど、なんで名指しでパルワールドだけなんだみたいなことが言われていて、まあそれもですね、至極真っ当っちゃ真っ当なんですよね。じゃあ他のゲーム会社とかも訴えろ、他のゲームも訴えろみたいな話ではあるんですが、ただ、後続、まあ、例えばポケモンに類似してるゲームってまだいっぱいあるんですが、そちら訴えてないっていうところを考えると、やっぱパルワールド単体を叩きたかったみたいな、訴えたかったみたいなところが強くあるのかなと思っており、これの根底にあるのが、このパルワールドが、例えばその発売してから1ヶ月で、約2500万本かな、そちらの売り上げを達成したりとか、かなりねブレイクしたので、かつこれからね IP 展開とかもね、さらにしようとしているっていう情報も社長の口から語られていたので、それに対しておいみたいな、ふざけんじゃねえみたいなね感情が出てきて、で結果やはり訴えることにしたと。まあ正直なんか訴えるかどうかというところは最後まで悩んでいたんじゃないかなと思いますけどね、任天堂としても、まあ、やるべきかやらないべきかみたいな。ただ一つその大きなファクターとなったのが、まあ、東京ゲームショウで発表する予定だった PS5 版とかで、あとまあそれに加えまして、ソニーミュージックとアニプレックスかと組んで、さらなるその IP の展開、グッズ展開とかで、あとアニメ化とか映画化とか、なんかそういったところも考えていたんじゃないかなと思っていて、どん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 なんかパルワールドが自身のワールドを広げているといった状況ですので、このまま行くと非常にね、任天堂としても看過できないといった状況に陥ったのか、こういったね、訴える訴訟を提起するっていう、そういった行動にね、至ったのかなと思いました。本当にね、何の前触れもなく、東京ゲームショウの寸前かな、唐突になんかこのような発表があってびっくりしましたからね。まあ誰もが想像できなかったみたいな、しなかったみたいな内容だったんでびっくりしましたけど、あ、このタイミングなんだみたいな、もっと早く訴訟したらよかったのにっていうような声が X では相次いでおりましたが、まあそういったところで、まあ訴えた理由っていうのは嫉妬なんじゃないかっていうことが言われてますが、まあ逆に任天堂としてはイライラするところもあったんでしょうね。まあなぜかというと、既存のポケモンに足りなかったところがこのポケットペアのパルワールドでは補填されてるとか、そういった意見が出てきていたりとか、で何かにつけてパルワールドと結構比較されることがね多くなってきたりとか、で下手するとポケモンの上位互換じゃねえかみたいな、なんかそういったことも言われていたりとか、まあポケモン公式としてはめちゃくちゃ面白くないよね。なんかパルワールドの方があたかもさ上位互換だみたいな感じで言われて、けど著作権侵害には該当しないけどさ、けどこれって絶対我々のポケモンのデザインパクってるよねとか、世界観パクってるよねっていうところが見て取れるので、まあ正直パクられたものでなんかこんな IP 展開されて、しかもなんかポケモン下げみたいな、なんかそういった話もね出てきたりとか、面白くないよねっていう、まあ普通の人だったらさ、なんなんこいつらみたいな感じに思いますので、まあ例えばさっきも言った通り、他のなんかそのポケモンのパクリゲームって全然流行ってないからさ、まあ正直任天堂としてもどうでもいいわみたいな感じだと思うんですが、ただパルワールドについては中長期的に、まあ、粘着してくる方もいるのか、すごいねポケモンと比較してくる、そういった方もいるので、まあ面白くないよなっていう、まあそれだったらさ、任天堂もポケモンとしても、もっと面白いゲームを出せばいいんじゃないかっていうような意見も出ていたりとかで、なんかあたかも任天堂が悪いみたいな、ポケモンがね、悪いみたいなね話にもなっていたりするので、まあもう我慢できねえ、ふざけんなみたいな感じで訴訟に至ったと。まあ嫉妬もあるし怒りもあるし、なんかそのいろいろな感情があるんでしょうね。だからまあ一番ダメージが大きいであろう東京ゲームショウの出展前に、一発ね殴ってきたみたいな感じなのかなと思いました。さあ積年の恨み、
このタイミングで晴らすぜみたいな。ただどうなんだろうな、任天堂というかポケモンのパルワールドって結構その海外でも対比されていたりとかで、なんかそのねポケモンの方が面白いじゃんっていう人って意外に少なかったりするので、まあ我々としてはポケモンの方が面白いじゃんって思うかもしんないけど、海外ではねやっぱりその我々が求めていたポケモンだみたいな感じで騒がれていたりもするので、やっぱあれがよろしくなかったのかなとは思いましたね。まあユーザーサイドがかなり騒いでるみたいな。でその証拠にこの2500万本っていうね、売上本数なんですが、まあその大半がほとんどね海外の売上となっておりますので、多分これ9割ぐらいが海外の売上なんじゃないかな。だから海外でめっちゃ人気なんですよ。まあ下手するとポケモンと同じかポケモン以上に人気だったりする可能性すら今出てきてるわけだからさ、まあそれはまあ海外でね、任天堂批判も高まるよなと思いました。はい。まあそういったところでちょっと日本とね海外では状況がね、このパルワールド任天堂訴訟問題違いますが、ただ結局なんか理由って何なんだろうっていうところがね気になっていた方多かったと思いますので、今ネット上でね話題となっていることを取り上げさせていただきました。ということで皆様お疲れ様です。また次回の動画でお会いしましょうか。ではまた、バイバイ。